渡嘉敷カツオの渡嘉チャンネル。まあね、お兄ちゃんも弟さんもね、こうなんか気合い入ってるね。なんか面がまあいいよね。グッとこう練習やってますよっていう、強いよっていうなんかイメージありますね。やはり兄弟でライバル意識あったりね、まあお互いにこう練習やったり、ここは良くないとああだこうだって言い合えるだろうし、相乗効果でね、向こうも伸びてんだ、俺も頑張らなきゃっていう、そういうのはやっぱり兄弟ではいいでしょうね。おお、うまいうまい、パンチもいいね。おお、これなんか最高じゃんね。おお、素晴らしい。このグローブでパンチうまかったらもう早く決着ついちゃうよね。ボクサーがこのグローブ使ったら本当危ないけど、それでもね、総合の人間がパンチこれうまこれぐらい自信あったらもうみんな早く終わっちゃうね。イケイケだね。すごいすごい、パンチもいいわこれすごいすごい。うんね、堀口選手は強くて有名だもんね。それに勝っちゃうんだ、クロスカウンターすごいな。うん、いやこの兄弟すごいじゃん。戦う度胸もあって、勘もいいし、戦う勘というセンス、勘とセンスもバッチリだね。わあ、この小さいグローブでパンチうまいんだから、これみんなやられちゃうわ。うおー、すごいな。おー、これは強いわ。これは格闘技に本当向いてる選手だね、二人とも。度胸もあり、ね、避ける感もいいし、パンチのスピード入れ方もうまいし、もう戦う精神が整ってるもんね。ああいいね、足のステップとかね。いや怖いね、あのちっちゃいグラブでねガンガンやって、目なんかすぐ切っちゃいそうだよね。グローブちっちゃいからお互いに当たったら、まともに当たったらひっくり返っちゃう。まあお兄ちゃんよりはちょっとパンチは荒削りだけど、まあやっぱ間合いがいいよね。でフェイントもちょこちょこ入れてくるから、まあ、ボクシングうまいといえばやっぱうまいね。これはボクシングだけでやれって言ったら、もっときれいにガードも上げるだろうし、打ち込むだろうしね。戦いのセンスはもうバッチリだね。いつも冷静にこう見てるからね、動いてるし、度胸だけじゃなしに勘がいいからね。まあ、考えが良くないと勝ち抜いていけないだろうし、いやこれ相手もなかなかいい選手だよこれ。相手がいい選手だからちょっと苦戦してるけど、これいいよ相手。相手もいいけど、この弟のパンチもいいね。いつも冷静にこう見てるっていうのがいいんじゃない。これ相手いいね、かなり。これ相手強いよ。おー、ワンツーいいね。おー、パンチも速いしね。あー、相手はその上を行ったか、カウンター取った。まあ思い切りからね、パンチもらった時はそりゃ効くな。前に出る思い切りがいいから、当たった時にはカウンターでガチンってもらってるから相当効いてる。あ、相手がこれかなりいい選手だよこれ。ガンガン来るもん、すごいよこれ。あー、この小さいグローブだと、これはもう勝ってても一か八かに振っていったら当たったら逆転あり得るもんな。これ当たったもん勝ち。まあ掴むのが主流だから、そんなにはパンチ力なかったんだろうけども、でも今の選手たちは総合でもパンチもちゃんと習うから危険だね。まあ早く終わって、まあお客さんは面白いかもしれないけども、まあお兄ちゃんはこれ大きなクラスだから返り討ちはしないと思うけど、格闘技選手ってこうね、抱き合ったりね、こう認め合ってるとこがいいよね。右ストレートだね、ちょっとフック組だけどストレートだ。右左フックを打とうとしたとこにスコーンと先にね、内側からバーン来てるね。
これはいや、このグローブは効くわ。まあこれ負けはしたけど、まあどっちからパンチが当たる、まあ実力的にはそんなに開いてないんだけどね、たまたま先にこっちのカウンターがまともに入っちゃったっていう、先に向こうのが当たってればそれはもうね、甲斐選手が勝ったんだろうけど。